クレスチャンだよー、みんな可愛いクレスチャンだよ、オッケーみたいなね。キモ、俺キモいな。うん、でそうだね、この大砲着火具はそのままつけられないみたいで、俺が思ったのは弾が入ってないんじゃないかなってことなんだけど、まあなんか弾に使えそうなのはこれぐらいしかないと、多分入るのこれぐらいじゃねみたいな感じなんだけど、多分合ってると思うから使ってみよう。違ったらごめん。いけ。あーもう手に持ってるよ。ほらさっさっさって振りかけな。お？おお、なんだなんだ。バサバサやったな。からの胡椒火。着火具。なんかよくわかんないけど、うまくいったみたいだな。あれ？うまくいったの？うまくいったのこれ。どういうこと？空の胡椒瓶でしょ？ああ、なんかうまくいってなかったのかな？どういうことだこれ？まあ、じゃあ取っておくよ。あれ？これもしかして積んだ？なにこれ、弾取らないとダメとかそういう感じだったのかな。あかんこれは。これはあかん。ちょっとこれ攻略見よう。攻略さんにちょっとお願いしましょう。あのね、あれでしたわ。予想外の、あ、そういうことみたいな感じだったわ。ちょっと今から多分できると思うから見ててください。ちょっとね。いや、そりゃ気づかねえよ。気づく方がおかしいって、そんなの。いやまあ確かにね、その場で手に入れたものはすぐ使うみたいな感じはこのゲームにあるけど、おー、そんなのわかんねえよ。そんなのわかんねえよみたいな感じだったよ本当にこれね。まずこれ大砲を置くらしいんだ。大砲を、小さな大砲を置くと、でまあなんか勝手に定位置に持ってって置いてくれるらしい。でここで胡椒瓶を使います。で、これでどうやら胡椒を大砲に装填したらしいんだ。で、何をするかっていうと、正面の扉っていうか、どこなんだ。なんかね、とりあえずガラスの花瓶を投げるらしい。投げて、ほらってやるとゾンビが出てくるから、この着火具を装備して使うと、そうするとタイミング違かったかな？なんかどうやら違かったらしいね、これはタイミングは。あー。もう
ういいです、もういいです、宴はもう宴はね見飽きましたから。これああそうああそう、タイミングが違かったな。多分近づいてきて撃てばあれで倒せてたんだな、きっと。いやー、だいたいガラスのやつを投げたらあそこの扉が開いてゾンビが出てきて、それに向かって大砲を撃つなんてさそんなの誰が想像できようかって話だけど、胡椒瓶を使って胡椒を装填して、でガラスの花瓶を投げまして、で着火具を持ってやつが入ってきたところで一撃と。これで大丈夫なのかな。来た、撃て、てい、捕まってたまるか。捕まったやんいや、いやいやいや、待って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 。え、だってこうでしょこうって書いてあるもん。違うの？どういうこと？どういうことだ、これは。やべえ、全然意味がわかんねえ。胡椒を使う位置が違うのかな。適当なところでも胡椒をばらまいちゃうとか、そういう感じ、そういう厄介な感じ。うわー、もしそれだとしたら俺このゲーム二度目はクリアできなさそうだ。そんな細かい場所までわかりませんぜ。小さい大砲置くでしょ、まず。設置。それから胡椒瓶を使うで、正面に行って使った方がいいのかな、これは。え？なんかさ、めっちゃ適当なところに巻いてね、それ。まあいいや、ちょっと試してみよう。これマジで超辛いやつだけど。でこれでもう多分入ってきちゃうと間に合わないから、ここでちょっと着火しよう。あ、いった。よかった、死にましたセーブセーブ。あのね、死ぬとあの変な緑色の液体が出るから、なんとなくわかんだよね。ちなみにカンビーさんも、あの、撃たれて死んだ時一回だけね、緑の液体が出たのを俺は目撃したことがあるんだけど、この世界での彼らの血って緑色なのかな。汚いね、なんか。なんかいるし、これ例のあのちびコックじゃね。ベルを手に入れます。多分こいつにも見つかっちゃやばそうだから、こっち行こう。ここはなんだこれ。あ、なんか落ちてる。ニワトリの足。
鶏の足、鶏の足、多分あっちに行くとバレるから、この中できっとなんかしなきゃいけないんだよな。つったらもうなんかこの青いのがめっちゃ怪しいんだけど、青いのがめっちゃ怪しいけど、これはどうすればいいんだ。多分これじゃないし、着火具はもう一回使ったから、多分空の胡椒瓶は使わないだろうし、ティディベアでもないだろうな。多分ね、鶏の足がベルだな。じゃあまずこっち使おう。鶏の足を、いや俺が聞きてえわ。じゃあ次ベル鳴らした、鳴らして、あ、あ、おお。やっぱなんか怪しいところって何かあるよね。なんかよくわかんないけど、直感的に怪しい場所ってあるよね、やっぱり。お、鍵を見つけた。取っておこう。これはカンビーさんのあの手錠の鍵だったら俺は笑うけどね。だって、あのババアが持って、あ、え？待って、屋敷内に戻ってきたけど。そういう感じ？ちょっと一回セーブしよう。はい、戻ってまいりました。屋敷内に、図らずに戻ってまいりました。で？でだよ、本当に。あの鍵は多分カンビーさんのじゃないか、やっぱり。どうすりゃいいんだろう、これは。扉開けられる？ここは。あ、無理だね。やっぱりこの子は扉開けられない感じか。多分まあピアノも関係ないだろうし。ってなると、こっちか。あ、でもここ槍飛んでくるやつじゃん。気をつけなきゃ。 Hey, you. あ、やべ、こっちに出ると敵に見つかっちゃうのか。これはもうダメだな。ちょっとロードしよう。セーブしといてよかった。ってことはこの中で何かしなきゃいけないのか。何をするんだ。もうなんかこっから先は全部攻略のお世話になりそうな気がするな。全然わからないもん。自力で解けない。ここら辺に鶏のこの白いやつが実は鶏の人形で、鶏の足を使うことによって何かが変わらない。別に鶏じゃないと。でね、この中で一番気になるのは、まっからさまにね、こいつだよ。だって他のやつとテクスチャが違う。テクスチャというかポリゴンの質が違う。動くぞ、こいつは。鶏の足かな？意味がわかんないよな。そうだな。じゃあ、鍵か。違うか。あ、違うのか。え？あ、いや、開いたな。アイスボックス。糖蜜の入った壺。で、おしめだ。
そうか、この子はあのアイテムを装備してもう一回そのなんだろう、アイテムの目の前で装備してインタラクトっていうか前方に進んでインタラクトしないとこれアイテムは使えないっていう感じか。うん、そんなごたくはどうでもいいや。で、これはどうすんだ？でもさ、よく考えてみると、あっち側に、ちょっとセーブしよう。やっぱね、これやったことがあるから、なんかなんとなく、あと、ちょっと、あの大きくなったから勘が良くなったってのはちょっとあるかもね、これクリアできてるの。でもね、さすがにこっから先はちょっとわかんねえな。だってあっち行っちゃうと敵出てくるでしょ。糖蜜とアイスボックスをどうすんのって知らんがなみたいな感じだから。でもあの敵を多分排除しないことには進展はないんだよな。ここでベル鳴らしたらまた戻れるとかそういう感じかな。あ、どうだ、何か忘れてないか。ん？俺は何かを忘れてるのか。そうか。個人的にはなんかあんのかな。ちょっとわかんねえ。普通にわかんねえよこんなの。攻略見まーす。あ、なるほど。全く意味がわかりません。全く意味がわかりません。なんかね、ここでアイスボックスを使って、トラップを作るらしいんだ。で、あれこれまさか、これまさか、これはいや、あ、呼べるんじゃない、これで。これで蹴るとか。あー違う、やっちゃった。一回やり直します。これマジちょっとでもアイテム置く位置ミスるともうそれでゲームオーバーなんだね。きついな。で、俺が何をしようとしてたかっていうと、あそこにね氷を敷き詰めてあのエントランスにいるゾンビを引き寄せてくるとゾンビが死ぬらしいんだ。原理は分かんないけどゾンビが死ぬらしい。で、それで2階に登れると。2階に戻んなきゃいけない意味もよく分かんないけど、だから多分あれだな、これで一回ヘイって言われて、 Hey you って言われるじゃん。言われたところでこのアイスボックスを使うんだよ。で、なんか多分これでいいはず。あとは下がってりゃ死ぬんじゃね？多分な。こっち来なさいよ。こっち来なさいよ、早く。そういう死に方。豪快に滑ったね。うん！とか言って。まあでもうまくいったからちょっと一回セーブしよう。といったところで、そうだね、時間が来てしまったから、じゃあこれぐらいにしておこうか。あ、じゃあセーブが終わったら終わりにしよう。それじゃ、またな。